はい、今日はこちらの紹介をしたいと思います。スリーウェイ卵切り器です。サラダやサンドイッチ作りに便利。スライス、花形カット、ハーフカット、3種類のカットができる優れものです。最近ちょっと卵ネタ続いてますけど、卵大好きなんでついつい買っちゃいます。では早速開けてみたいと思います。はい、このような感じでザクッとするだけでカットができそうです。楽しみです。はい、こんな感じで1個ずつ型をはめることで好きな形で卵をカットできるというもののようです。卵、はい、朝のうちに茹でておきました。今日は先日使ったこちらで卵の殻を剥いてみようと思います。ちょっとパラパラこぼれますけど、よいしょ。はい、このような感じでスルッと殻が剥けました。はい、では1個ずつカットしてみたいと思います。まずはスライスです。卵を置いてザクッと、よいしょ、いきました。ザクッといきました。次はハーフカットをしたいと思います。では置いてハーフカットです。おずれちゃってます。半分ではなく中心がずれてます。でも半分は半分。はい、では3個目、串型にカットしてみたいと思います。卵を縦に置いて中心を合わせてざっくり、お、じゃーん、卵が半熟だったので崩れちゃいました。もっと固ゆでにすればよかった。よいしょ、はい、このように3種類のカットができる卵切り器、卵好き、サラダ好きには便利なグッズだと思います。おすすめです。今日はサラダに盛り付けて食べようと思います。こちらのカッター付きスライサーもダイソーで買ってきました。このヌードルカッターもいつも大活躍しています。
めんつゆとごま油とダイソーで見つけたチューブのコチュジャンでドレッシングを作ってみたいと思います。おう、はい、めんつゆ大さじ2杯、ごま油小さじ1、そしてダイソーで見つけたコチュジャン、1センチぐらい、今日はスリーウェイ卵切り器で切った卵を乗せただけのサラダになりました。はい、盛り付けただけのサラダ。はい、こちらの盛り付けただけのサラダにちょっとアレンジしたドレッシングをかけて食べてみたいと思います。いただきます。めんつゆとごま油、コチュジャンだけのドレッシングなんですけど、美味しいです。こちらちょっと溝がたくさんあったりで、洗うときにブラシが必要だったりで、お手入れがちょっと大変なところもありますけど、3種類のカットができて料理の幅が広がる楽しいグッズかなと思います。はい。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。三段重ね。